どう？はい。危ない。やらかしたい。やらかしたい。修学旅行で話しするタイプ。ということで、今日は串カツ食べ放題に行きます。そしてですね、今日は何本目指します？俺一人で行った宮崎出してせめて。じゃあ俺は、じゃあ入会金が200いくやろ。じゃあ俺300やな。じゃあ俺400。俺マサイの位置上っていう注文の仕方にはする。いや俺500やわ。あとは501位だ。マサイの位置上。じゃあ俺1000にしたら1001やな。あ、なるほど。そういうこと。だからマサイの下からことはもうコンビじゃない。まあ大食いキャラとして、まあマサイさ2名呼んでるんで。そう、いやいやいや、大したことない。大したことなさすぎるからな。お寿司は50貫食べてました。マジ、はい、お前は大したことない。寿司は57貫。57貫。28歳。牛丼キング2人とも制覇してます。はい、まあ、これは無理でした。ギリギリです。無理でした。ほんまにギリギリ。目標としては1000本はガチで食べよう。食いたいな。まあ、じゃあ1000本か。1000本やな。1000本やな。じゃあ1000本は絶対食べよう。1000キロや。そう、1000キロ。1トン。1トン。ワンティー頼みましたね。いろいろ75本ぐらい頼みました。あと残り930本。食べ放題やな。食べ放題ナンバーソン。そう、一旦考えする。絶対全部行こう。行こう。行こう。はい。トノ。マサイよりは。マサイ。俺が一番。マサイ。三人分のこの机のこの下埃が。ほんまや。ほんまや。一番美味しく。朝食ってないので。まあ、朝ごはん食ってなくて、まあ、今3日目なんですけど、何も口にせず、この企画のために断食しました。朝ごはんはマジで食ってない。夜ごはんめっちゃ食べる。朝ごはんは食わずにもう1週ぐらい。朝ごはんマジで一緒。夜食って夜、昼と夜だから。昼と夜は仕事なく、朝の代わり行くのに朝ごはん1週間。そう、言うほど珍しくない。ただ朝に昼起きてるだけ。ほんまに出てるだけ。やめた。喋らんの。食べるときだけ。そう、美味しく食べたい。楽しいなみたいな。食べてるとこは止める。だって食べてるし。人が食べてるとこって何がおもろい。今見てる人100本食べて何なん。確かに1000本食べて何なん。それでは、はい、ありがとうございました。インスタ貼ってるんで。あ、お願いします。あ、疲れた。仲やろ。仲やろ。感じだろ。これ10本目やろ。おいしく、おいしく食べよう。今日はできればいいな。トノ牛串40。じゃあうずら10。とりあえずイカ1。それでは到着しましたんで見てください。この量、はい、まだ来ます。はい、70分ぐらい来たんで残り930分来ます。弱音吐いたやつどうする。弱音吐いたやつちょっと腰で行く。そうや、マリアの弱音吐いたら。よっしゃ、いただきます。いるよ、いるよ。これメイクやから順番かけて。うまらんと。めちゃくちゃうまらんと。とりあえず口からにしよう。まずもうマスなってるから。口なんか見てもらって大好きもあるな。一本ずつ待ちなさい。待ってください。はい、いいか、準備は。いいだろ。はい、じゃあ反対の手で進んでください。はいはいはい、いきます。はいはい、おいしこなーれっと、ピュッとピュッとピュッ。お前丸まったけ。丸まったよ。丸まったよ。丸まったよ。マジゆずい。20。俺らの食欲ね。
追いつけれない。うん、追いつけない、追いつけない、服がいるんです。今も俺ら追い返すことを考えてる。食べ過ぎて多分これもう次もめっちゃでかくてめちゃめちゃ重くしてありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっといいですか。はい、9800で。これ、うまいですね。フーグ食べてるよ。うまい、関係ない。カニ重、ありがとうございます。あと牛乳で最後。あと牛乳で最後。ありがとうございます。余裕です。任してください。余裕です。ウーバイ頼む。はい、みんな、死ぬ見てくれ。黙って、ちょっと待って、お前、黙ってくれ。これ、あの、ナス3個いくから、お前、牛20いくよ。うわぁ、お前、わざか、お前、わざか、うまっ。名言100名やる。おぉ、シャレなの。みんな本気だぞ、やばいね。うん、どうぞ、うまい。まさゆうか、なんでまーちょけ出ない、ちょけ出ない。マジでかっこいい。ゲルクな、トノねみたいな。リバースカードオープン。どういうことなの。赤重い。重い。一番軽やん。長いやん。重いっすね。てか次、あと3000本ぐらい回るやん。うちもう、うまい。ちょっとね、しといて。うんうん、さっき注文もしといて。腹を中は残りとか。3店舗目なんだったら、病院で。キャベツはその雪やばい。キャベツはその雪やばい。ほんまにこれ。ほんまにすごい。ほんまにすごい。こいつ今取れ。金やばい。すいません。シシャモ1で。ほんまにそのままやん。シシャモ2枚。やるな。油もくれ。ほっといて。ほんまにの地雷が熱い。すいません。ナスビチ、ナスビチ、ナスビ、はい。もうなんか肉手いきたいな。わかる。お前すごいやん。お前ガツってしたもん食いたい。マジで。食いとけよ。行け。ええよ。食べ放題。食べ放題。すげえ。すいません。白ネギ一本。トノ。ね、自分のとこ自分の手が出した。これもなんかもうこの台衣にあげてもらって、豚肉と勝手に巻いてください。そやで、その上に唐揚げと前に背脂を巻いてその上にマーガリン1キロ、マーガリン1キロ、それでパンに挟んでください。豚バラで巻いてください。こんなんすよ、豚バラ巻いてその上にまたバーガリンで、ポテチで、背脂で、その上にやっぱ豚バラ巻いて。ちょっと最後の1個や、これも追加で頼むか、ちょっとガツンと重いやつ。まだ足りへんのか、そう、足りへんのか、ちてか、まあ、俺らも足りへんのかな。うん、頼むわ。重いやついとけ。あ、すいません、ヤングコーン1つで。ヤングコーン1つ。はい、じゃあ、ヤングコーンいただきます。あ、これ、ヤングコーンじゃなくて、ベーコンやった。向こう、うわー、綺麗なんだ。
頑張りましたよな。頑張りましたよ。これ今日、あれや、答えますけど、歌バラしよう。豚バラ焼いたやつ、あれいいよ。でも人気なのサポーターもマジこれ冷凍の豚バラじゃないか。肉バラ、肉バラ、この辺滑れて豚バラ焼いたやつ。お前怪我したの、豚バラ貼ってたの。豚バラどうしたの。最後にちょっと油もんだけ言っていいか。何最後はやっぱ油もん締めない。あ、次にベーコンの豚バラで、うん、すいません、お水一つ。これも結構いくわ。すみません、白ネギ、それで一本ですか。はい、はい、僕2000本食べて、これ串で、ゾーンの上で外作ってるんで、後で見てください。最後エンディングでした。天に敵に振られてました。はい、食べ過ぎて。なんだ、天に食べてました。手が後ろに振らせないで怒られたんですよ。環境にだいぶあるんだよ。ほぼ前の木、全部振らってる。そうやな。大丈夫だよ。大丈夫だよ。やばいな、ボツするけど、ボツかもしれない、マジでボツかもしれない。インスタだけボツかもしれない、インスタだけボツかもしれないけど、もしじゃなかったらインスタフォローしてる。はい、ボツじゃなかった場合、ボツやったら絶対フォローしてる。お前ボツじゃなかったら絶対フォローしてる。お前じゃなかったら毎日ストーリー上げて、毎日ストーリー上げて、チャンネル登録お願いします。